皆さんこんにちは、アトミックでーす。今回のビデオなんだけども、一昨日ぐらいにね買ったこのコーラ見たらわかる。炭酸が抜けてるということで、だいたい他の YouTuber とかは結構その高い機械、炭酸機械みたいなのを買って炭酸を復活させたりするんだけども、今回は私がやるのは機械を使わずに家でできるもので簡単に5分ぐらいで炭酸復活させられるやり方を教えていきたいと思います。あ、間違えた。まず準備していくものはこちら。お酢、空のペットボトル、炭酸の抜けたコーラ、重曹、これはグルーガン、穴3ミリの5ミリチューブ、これでやっていきましょう。ということで、まずはこのキャップの蓋に穴を開けてチューブを通します。持ってる人は電動ドリル、持ってない人は俺がよく使ってるアイスピックとかそういうのでも全然 OK。 これがコーラの入ってない方に入れるチューブで、もう一個の方も穴を開けます。で、コーラに入る方はちょっと長めにチューブを入れておきます。で、グルーガンでここを止めます。裏側にもグルーガン、グルーガンでチューブ止めしたら、いよいよお酢と重曹を使います。ここでね、使っちゃうよ。お酢はちょっと多めに俺は用意してるんだけども、まあお酢だね。一応予備でもう一本お酢を入れました。ちょっとジンジャーエールっぽくて、あ、でもお酢だ。ここに重曹を入れるんだけども、今直接重曹入れちゃうと二酸化炭素がボワンって出てきちゃうんで、まずビニール袋をかませます。よいしょ。うわっ、うわっ、溺れてない。だいたいこれくらいなんだけど、まぁ、ちょっと少ないかなと思うんだけども、まぁ、大丈夫でしょう。そしたら、ひねりながら、よし、長い方をコーラで、短い方をこっちのソーダの方に、ソーダじゃない、その方に入れます。これで準備 OK。 こっちの方を振って5分1回放置します。5分経ったので、こっちのコーラの方をちょっと1分ほど振ります。開けてみましょう。めっちゃブクブクなってるけど大丈夫？あ、でもすごい、泡がちゃんとしてる。あー、すげえキリッとはしてないけど、確かに復活してるっちゃしてるかもしれない。ちょっとめんどくさいから、まあ買った方がいいけど、まあ興味がある人はぜひやってみてください。ちゃんと炭酸はね復活するので。ではみんな、バイバイキン。